ワン、ツー、スリー。マイクラシャバダバス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 フレッフレッフレッ瀬戸康史のマイクラ PC 実況。どうも、はじめまして、瀬戸康史と申します。私ですね、今までマインクラフトのスマートフォン版、つまりマインクラフト PE ポケットエディションをこれまで実況してまいりました。54本で、完結したわけなんですけれども、昨日の話なんですけれども、昨日でスマートフォン版は卒業しました。なのでスマートフォン版は結構私できるんですけれども、ちょっと今日からついに PC 版にチャレンジしてみようと思って今録画してます。はい。で、私ですね、何もやったことがなくて、昨日この収録のテスト用にちょっとだけマインクラフト PC 版を開いて少しだけ歩いてみただけで、それ以外は何もしたことのない初心者というか、何もしたことがない赤ちゃんです。バブバブ。マインクラフト PC 版をやったことがない方もいると思うので、まあちょっとくどい説明になると思いますが、今回はね、立ち上げ方とか操作説明とかをやっていきたいと思います。パート0ということでお送りします。ちょっとね、イライラしちゃう人もいるかもしれませんが、どうかご容赦ください。それでは行きましょう。まずですね、今開いているのが私、これ Mac 版で今回挑戦します。で、おいおいね、この PC 版っていうのはいろいろその、モッドっていうですね、改造ソフトみたいなのを入れることができて、例えば、ドラクエみたいな感じにマインクラフトを改造できたりとか、あとはなんか、影モッドって言ってその、マインクラフトのブロックの世界がすごい綺麗になったりね、空とかもなんか、雲もくもくって本当現実の空みたいな感じに綺麗に、水面もキラキラ輝くようにできたりとか、いろんなモッドっていう改造ソフトがあるみたいです。で、それを、おいおいね、最初から僕はそれは入れません。入れてこうとすると、パソコンのスペックがかなり高いものを要求されます。なので、Windows のデスクトップの、すごい、高機能マシーンを使って実況されてる方が結構多いみたいです。で、僕もね、そっちの方に行こうかなってちょっと思ったんですけど、とりあえずは Mac 版で、僕、今 iMac の2012年モデルの iMac を使ってちょっとやるんですけど、それでね、まあスペックはそんなに高くないですけど、それでやって、おいおい、なんか影モッド入れてみたいなとかなったら、セーブデータを Mac と Windows でもなんか行き来できるみたいなんで、合ってますよね、この認識で。なんかセーブデータが入ってるフォルダーをただ Windows の方にコピペしてあげるだけでデータを移せるという情報を仕入れたので、それが簡単にできるということなんで、とりあえず PC 版をスペックの低いもので始めてみて、ハマったら Windows PC ね、買って、で、そこでもうガツガツのね、ゴリゴリのマイクラフトやればいいだけの話だと思います。なので私はまず iMac で始めます。まあ MacBook でもいいんですけどね。はい。で、収録する方法とかはまあ綺麗に撮れてるかわかんないんで、今後もし気になる方がいたら説明したいと思います。それでは、あと、そうマインクラフト PC はどこに売ってるか、これ minecraft.net っていうこの公式じゃないらしいんだけど、このサイトはモヤン社、これモジャンじゃなくてモヤンって読むらしいですね。モヤン社の公式のものではありませんが、とても有益な情報が掲載されています。まあ公式のページってことでいいのかな。何が必要かっていうと、このアカウントを1個作るっていうことと、そしてクレジットカードかなんかペイパルの決済ができなきゃいけないということみたいです。なのでね、その10代のね、学生さんとかにはちょっと買うのは厳しいかもしれません。なので欲しい人はなんかね、お父さんお母さんとかに、おじいちゃんおばあちゃんとかに言ってね、誕生日プレゼント買ってもらったりとか、そういう感じになるのかな。みんなどうしてるんだろうね、 PC 版やってる人はね。クレジットカード決済が必要なので、ちょっとスマホ版よりはハードルは高くなってます。で、僕もこれ登録してアカウント作って、クレジットカードで決済してダウンロード販売でございます。ダウンロードしました。じゃあ早速開けてみることにしましょう。これね、これマインクラフトってやつ、これを押すと、なんかこれブワーっと出てきます。はい、この画面が出てきました。で、ここでもうよくわかんないんだけど、とりあえずプレイをしますね。プレイ。なんかどれが見せちゃいけない情報なのか、見せていい情報なのかもわかんない、ちょっとあれですけど。で、画面をフルサイズにします。はい、これがマインクラフト PC 版でございます。で、びっくりしたのが、これ BGM 流れてるんだよね。
今までスマホ版でやってたからさ、全然音楽なんか無音でさやってたんだけど、こうなんかわわ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 みたいなノリノリの曲がね、これから始まる壮大な冒険を予感させる素晴らしい BGM です。じゃあちょっといきますよ。何も分かってませんからね。設定っていうところを押すと、とりあえずこの言語設定っていうところで私ここに日本語にしました。一番最初英語で始まったんで、ここに日本語っていうのがあったんで、これ日本語まず押しました。それだけの状態です。でなんかいろいろありますね。これはまあおいおいやっていこうかな。わかんないんで、なんか最初こういう設定した方がいいですよっていうのがあったらコメント欄で先生教えてください。スマートフォンしかやったことないんで。じゃあシングルプレイいきます。ポン。でこれ昨日ですね、私あのこの収録のテストするために1回だけちょっと、やってみました。でこれちょっと消そうか、削除、削除します。でワールド新規作成からいきたいと思います。うわいい曲、いいよね。なんかファイナルファンタジーみたいだね。ファイナルファンタジー7を思い出す。うん、まあ、7以降やってないんだけどね。7が俺の中で最新なんだけど。じゃあいきます。ワールド新規作戦。あ、曲いいよね。曲がすごくいい。今日はね、BGM 消さずにこの曲でいきたいと思います。どうしようかな。なんかここでワールド名で変わるんでしょ？これがシード値になるんでしょ？どうしようかな。テスト。テスト個人セットにしようか。テスト個人セットにします。で、これがね、なんかいろいろ書いてあるんだよね。ハードコアっていうのがあるんだ。サバイバルと同じだが最も困難な難易度。そして一つきりの命。こんなんやってらんねえよって感じですよね。クリエイティブは違いますよね。サバイバル。とりあえずサバイバルですね。その他のワールド設定。この辺もよくわかんないんだよな。カスタマイズとか押すと。ワールドも自分でカスタマイズできるってことだな。構造物を生成する。チートを許可する。この、とりあえず、ボーナスチェストって何なんだろう。とりあえずオフ。まあ、今回はテスト版なんで、とりあえずテストのためにやります。で、これで、完了。あ、いいんだ。新規作成。いきます。ドン。そうすると、ワールド作ってます。ちょっと読み込み時間かかりますね。楽しみ。お、落ちてます。上から落ちてます。ピュー、ドン。で、始まりました。で、操作方法なんですけど、方向キーは、これ。こうね。W、A、D、S。これで動きます。いきますよ。W、A、D、S。W と S で前後。A と D でこういう感じ。ここで動かします。今までやったことないんだよね。スペースでジャンプ。押しっぱなしにすると飛びっぱなし。で、シフト押すとしゃがむ。で、F5?F5 F5 押すと、こういう風に視点切り替え。これですよー、これですよー。今までできなかったの、俺。これでしゃがむんでしょ。どうも、こんにちは、瀬戸康史でーす。ってやるんでしょ。で、マウスを動かすと、こうやって視点がぐりぐり動きます。どうも、こんにちは、瀬戸康史でございます。よろしくお願いします。今日から、PC 版をやらせていただきます。よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。で、F5。で、また戻ると。で、F5 で、こういう操作もできると。これはまあ、スマホ版でもありましたね。これで正面カットがあるのがいいね。はい。で、あと E。E を、W の横の E を押すと、これ。右上に実績解除って出てきましたね。これも新しい。新しいっていうか、スマホ版なかった。で、ここを押すとっていうか、これグリグリするとね、こいつがね、見るのよ。で、ここにね、装備品。で、クラフト。今は 2×2 のボックスっていうか、これしかないですね。で、これが持ち物。で、ここがアイテムスロット。ですね。まだ何も持ってないから。ちょっとじゃあ、木を殴ってみましょうか。ちょっと全然慣れてないんでね。すげえ楽しいのよ。ちょっと一回歩いてみていいですか？これね、皆さん。わかりますかね？ 60 コマになってんのわかりますかね？動画が。今まで僕スマホ版の実況してきましたが、それを見たことある方からしたらですね、ちょっとね、あれ？画面が滑らかになってるって感じちょっとしません？どうすかね？これ60個まで撮ってます。
動画のサイズは 1280×720p ですね。 720p の60個まで、今回からは撮っていこうと思います。 iMac でもね、いけるもんなんだ。 mod とか入れなければそんなにパソコンに負担かかんないからいけるみたい。はい、これが移動です。で、殴るのは左クリック、左クリック押しっぱなしで、あ、これは、お、あ、待つ。スプルースですね。あ、でも、あと日本語で出てくるのもいいよね。日本語版にしてあるんで。あの、スマホ版は全部英語だったんで、これスプルースですよね。スプルース。あの、ちょっと黒めの木で、あの、渋いんですよね。俺好き、スプルース。ってことは、ここは針葉樹林帯だから、狼がいる可能性がありますね、ここは。ちょっと知ってるでしょ？ちょっと知ってるでしょ？私。あとは操作方法としては、アイテムを捨てるとき、W の左にある Q を押すと、持ってるアイテムを1個ずつ捨てる。こういうことができるみたい。で、回収。ね。あとは、ちょっと待って、他のアイテムも手に入れたいな。楽しい。つか何が楽しいってね、大画面なのがまず楽しい。今までスマホはちっちゃい画面でこんなやってたから、で、アイテムを切り替えるときには、マウスホイール。マウスホイールね、このクリクリを、このクリクリをクリクリすると、こういう風に切り替えることができる。あとは番号。3番、4番、1番、5番、あ、6番、5番とか。9だね。1から9までの番号ね。このキーボードの番号のとこを押すと、切り替えられます。でも、マウスホイールが一番やりやすい。クリ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 って。で、エスケープボタン。Mac の場合は一番左上のエスケープボタンを押すと、こういう風にメニューに。これ BGM もっと鳴らしてくださいってできないから、あの BGM 好きなんで、なんかここでいろいろ音量の調整ができるわけですね。難易度ハードとノーマルでいいや。ゲームに戻る。はい、早くしないと夜来ちゃう。どうしよう。なんかここはね、木が結構すごいいろいろあるね。スマートフォン版でね、やってた時はいきなり孤島に出たので、一人ポツンと島に取り残されてる感じ。あ、あっちに海があるな。海辺行こう。俺海辺好きなんで。ふっ、あ、やべ、おうとか言わないんだ。あ、操作がちょっと難しいな。慣れるまでが結構やっぱ時間かかるみたい。お、体力回復してる。体力回復しましたね。なんかお腹が、満腹度が結構高ければ、ちょっと豚ちゃんちょっとやってみましょうか。豚ちゃんごめん、そのうち買ってやるからな。なんで全然ダメージ与えられない。あれ、よし、肉手に入れた。なんか満腹度っていうのメーターが P 版にはなかったのがありますね。で、お腹がすごく減ってしまうと、どんどんダメージを受けてハートがなくなっていくみたいです。おお、美しい美しい。音流れてる。チョロチョロチョロって音鳴ってますね。あ、牛さん、どうもこんにちは。牛さん、ちょっと満腹度っていうメーターがあるからね、今回は。ああ、いい押しちゃった、いい押しちゃった。こういうね、ミスタイプがねありますから、逃げられちゃった。で、ブロック置くときは左クリックだとこうやって殴っちゃうんですよね。で、右クリックで置くらしい。おお、バッチリだ。左クリックと右クリックね。じゃあちょっと海辺の方に向かおう。おお、60p、 60コマどうすか。60コマ綺麗でしょう。はい、あと操作方法としては、しゃがみながらシフトをしながら移動すると、あ、これゆっくりなんだ。 F5 押せばわかる。こうやってシフトをして移動すると、こうやってしゃがみながら、これスニークっていうらしいですけど、こういう風にどう頑張っても落ちることができない。高所作業するときとかは、こうやってしゃがみながら移動するということができるみたいです。これちょっと慣れるの時間かかるな。シフトをしながら移動するの結構難しい。シフトジャンプは、しゃがみジャンプもできるんだ。 F5 押して F5 押してしゃがんでジャンプ。どうもこんにちは、瀬田浩司です。どうも、こんにちは。瀬戸康史です。瀬戸康史。ゾンビの真似。おお、なんだなんだ。あ、
見たことないやつがいる。ちょっと見たことないやつがいる。ちょっとペロペロしてなかった今。あれタコだろ。あれタコだよ。俺見たことあるよ。他の人のやつでタコいたね。これ海の中も結構入れるんでしょ。うわやべ、スペース押しないと。スペース押して、あ、 W 押して前に進みながらスペースを押してこう泳ぐって感じじゃない。スペース押しっぱな、押しっぱでいいんだ。やべ、夜来ちゃうよ。あとは、あ、F1 押してみましょう。あれあれ F1 こんななっちゃった。 F1 あれ、明るさになっちゃってる。システム環境設定で右クリックして、これキーボードの設定で、ここね、F1、F2 などのすべてのキーを標準のファンクションキーとして使用。あの、Mac は、F1、F2 とか例えば押すと、これ明るさの設定とかになってるんだよね、デフォルトで。これポンと押すだけだと。で、F1 として使いたいときは、ここにあるファンクション、FN っていうファンクションキーを押さないと、F1 が使えないんですよね。で、それを解除するために、これを押します。じゃあ F1 押してみましょう。ポン。消えましたね。自分の手も消えるんだね。で、これでスクショ撮るのは F2? あれ ?F2 って書いてあるんだけど。F2 スクリーンショットのはずなんだけど。撮ったのかな ?F5 押して、F2。これ撮れてんのかな。スクリーンショット。F2。まずい、敵出るぞ。F1 で UI を戻して、まずい。あとは、まあ、そんなもんですね。とりあえずは基本操作そんなもんです。基本これがあれば大体できるでしょう。ちょっとまずいな。まずい。まずいな。あ、夜ですね。どうですか ?60 コマの海は。60コマの海。なんか小説のタイトルとかでありそうだよね。60コマの海。ちょっと読んでみたい。読んでみたいね、60個。お、空すげえ綺麗。しかもなんかね、影の出方っていうか、まあこれ影モードとか入れてないですけど、この暗くなり方とかは、え、これ明るさとかって暗めじゃない?かなり。かなり暗めの気がするんですけど、これ明るくできないのかな?スマホだと明るくするやつがあったんだけど、設定、明るさ、ビデオ設定、明るさ、あ、一番暗くなっちゃってる。一番明るくします。あ、明るくなった。よしよし、道理で暗いと思った。おお。え、あれ何?上雪積もってんのあれ。じゃあちょっと雪んとこ行って、今回はね、テスト版ということなんで、おお、なんかクリスマスみたいになってるよ。こっち行ってみましょう。いいねー。いや、これね、癒しゲーだわ、癒しゲー。あれ、敵いないね。上行ってみよう。これも練習だ、操作の。よし、お、あっちに溶岩も見えるぞ。あ、村だ。村じゃねえ、あれ。つか一回クリーパーぶっ倒すわ。ちょっとその前に雪行くわ。なんかいろいろ興奮しちゃって、興奮しちゃってさ。お、雪だ、初めての雪だ。あー、やったー。初めての雪だ。スマホで見たことなかった。あ、カーペットみたいになってるんだ。雪を踏みしめる音とかしてる?音聞こえねえや。はいはい、はい、頂点立ったぜ!うぃー。すごいぜー。で、これで F1 押して、これで、カシャとか言わないんだね。F2 押してるんだけど。はい、F2。あそこ光ってんだよね。ちょっとあそこ行って終わろうかな。じゃあ、F1 押して、F5。あ、曲鳴り出した。じゃあ、この曲と共に終わろうかな。いや、なかなかいい曲だよ。コントロールできないから、本編でやるときはオフにしますけど、今しか聴けない。いい曲、このピアノの。じゃあ、戦いましょう。この綺麗な音楽の中で。戦います。初戦闘。来いや。え、なんで、うわっ。
ちょっと爆発するの早くない？うわ、めっちゃ減ったパワーが。じゃあゾンビ、さあ強くね、ゾンビ。こんな強かったっけ、ゾンビ。ゾンビ強くない？あ、なんかあれ経験値なんでしょ。俺スマホなかったからさ。ちょ、じゃあ食べよう。くるんとホイールで回して豚の生肉を。あー、スケルトン来てる。スケルトン倒せるかな。まずい、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 まずいって、まずいって、まずいって、まずいって。あいつ弓の精度高くない？ちょっと食べよう、食べよう、とりあえず食べよう。逃げ込んで、逃げ込んで食べよう。ちょっと待って、食べちゃう、とりあえず食べちゃおう。ああつい、敵強いんだけど。スケルトンの弓矢の精度がすごい。逃げろ、あっちで。ほら、あそこ光ってるよね、あれマグマ？ただのマグマだったら終了です、その瞬間。あ、ちょっと夜が明けてくる気配。お、鳥さん、PC 版鳥さん、はじめまして。鳥、あー、ごめん、ごめん、鳥で、無理無理、ごめん、無理、話してる暇ない。なんであそこ光ってんの？あ、光ってんじゃん、ここ。トウ、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 マグマかい。うわ、マグマの音ブクブクいってるわ。うわー、日が昇ってきた。あー、なんでお前、お前ちょっと、お前ちょっと来んなって。早く燃えろ、燃えろ、もう、あ、バオバオバオ、うわー、よしよしと。はい、朝日見ながら終わりましょう。 F5 出ましたー、朝日をバックに。ということで、瀬戸康史のマインクラフト PC 実況、次回からかな、新たなシード値を設定して本編ということでいきたいと思います。いろいろアドバイスあったらコメント欄で教えてください。あと動画の冒頭で視聴者投稿っていうのをやってますので、もしなんかこれいいのできたよっていう方があったら、僕の Twitter の方にリプライください。それでは以上、瀬戸康史でございました。じゃあの挨拶もしたから、挨拶もしたでもういいわ、もういいわ、もう挨拶済ましたでもういいわ、スティーブもういいぞ、もういいし、もうこれで次回ね。あ、ちょい、俺のことあんまりアップで、あー、ちょ、足補正のバレるし、足補正のバレるし、足がもう足の厚みがないのがバレるから、ちょっとごまかす感じで、ごまかす感じで角度を変えてみたら、ちょっとケツ取るなって、一番恥ずかしいところが取るなって。PC 版になって画面も綺麗になるし、動きだって滑らかになるから、俺もちょっと自分の動きとか見た目に気を使わなきゃいけないんだから、ちょっとまだ準備できてねえから、こっち撮るなって、撮るなって、もう、かっこいいですか？ということで、撮りでした。もういい、もういい。これからもよろしくお願いしています。それでは、ジャーバード！